ともくんチャンネルです。はい、今回も、これは青島さんのキットですねのホンダステップバンなんですけど、それですね、20分の1のやつなんですけど、それを前回は足回りを作って、まあ、色拭く前ですねの方で紹介しましたが、今回は色拭いたやつですね。はい、それを紹介していきます。はい、で、ちょっと前回ね言ってた、まあ、ガンダムのガンプラとかに使うね、MS パープルとかですねっていうのは使うって言ってましたが、ちょっと色変更して、はい、まあパープル系はパープル系なんですけど、色の方をちょっと変えました。はい、なんかね、色これ吹いたら、まあなんか、先祖っていうか元祖なんですけどね、ホンダの方ではね、バモスですね、今もあるかどうか、まあ、バモスですね、はい、のなんか紫っぽいような感じの色になったかなって思います。はい、普通にこれね、まあ下地はウエストブラックです。はい、下地はウエストブラックなんですけど、それの上に普通っていうかね、青とピンクと混ぜて拭いただけなんですけどね、下地はこれですね、ウエストブラックで、その上にフィニッシャーさんのところですね。はい、もう下地も上拭きも内装もフィニッシャーさんのところなんですけど、これですね、はい、蛍光ブルーと蛍光ピンクを、混ぜて拭きました。はい、ボディはね、蛍光塗料ですね、まあ蛍光ブルーと蛍光ピンクを混ぜて拭いたら、ウエストブラックの上に拭いたらこんな感じになりました。はい、こんな感じですね。はい、で、シャーシはウエストブラックですね。はい、まあなかなかいい感じの色になったので、まあまあいいかなと思います。はい、で、内装はね、はい、内装はもうサーモンピンクですね。前回言ってましたサーモンピンク、もう全部下地は内装もね、ボディも、の、まあ、バンパーとかそういうところも下地はウエストブラックなんですけど、内装でウエストブラックの上にこの、サーモンピンクですね、はい、拭きました。で、そこで、まあ、シルバーとかね、まあ、バンパーとかはしごとか、まあ、ちょっとしたところですね、はい、細かい部品のところはこのスーパーシルバーですね。はい、これはもうミスターカラーの、スーパーシルバーです。はい、後ろのね、羽とか、まあ、ワイパーとかグリルとか、はい、でナンバープレート、
で、バイザーというか、まあ、日差しですね、はい、で前後のバンパー、はい、こんな感じでシルバーを拭くところはシルバー拭いてます、はい。で、内装もこのね、まあ、ミッションとかハンドルとかはちょっとまた細かい色分けをするんでシルバーのままになってますが、あとははい、これがサーモンピンクの色です、はい。で、オーディオのところはまた細かい色でね、まあ木目調みたいな感じにするか、まあ何の色にするかちょっと分かりませんが、筆でちょっと色分けをするんで、こんな感じの色にまだ置いてます、はい。これですね、この四角いやつ部品はなんか屋根のねサンルーフみたいなやつの枠ですね、はい。ここの枠を埋めて、まあガラス面というかこのサンルーフのね、クリアパーツをつけるって書いてました、はい。でこの部品ですね、2つの部品、丸っこい穴開いてるやつが、ここですね、はい、この一番後ろの横の窓のとこにつけるっていうようになってます。まあ、箱ではねこれついてないんですけど、説明書ではなんかつけるとか書いてましたんで、はい、一応はいこんな感じで、まあ、中間ぐらいの色ですね。で今は置いてます。まあ、黒にするか何かの色にするか、まあちょっと考えます、はい。で、オーバーフェンダーみたいなやつですね、はい。オーバーフェンダーのやつはウエストブラックです、はい。でフォグランプの方ですねはまたここからね、ガンダムメッキシルバーでちょっと、はい、メッキみたいな感じの色にちょっと持っていきたいんで、それはメッキシルバーを塗ります、はい。あとマフラーですね、もうこれ、色ついてます、はい。でサーフボードですね、サーフボードは今こんな感じの色で置いてますが、ここからまたね、まあ、蛍光ピンクだったら蛍光ピンクとか、蛍光レッドとか蛍光グリーンとかね、そんな感じでちょっと色を拭いたら、まあ、キャンディー塗装っぽくなるかなと思って、今のところ中間の色でシルバー系で置いてます、はい。でそのところに、まあ、こんな感じのね、女の子のデカールとかあるんで、まあ、表と裏とですね、はい、サーフボードの表と裏にこの真ん中ぐらいで切ってね、一人ずつですね、はい、女の子をデカール貼ってみたいかなと思います。まあこれもちょっと加工をしなくちゃならないんで、はい、まあそんな感じでやります、はい。で、内装のね、まあ、出来上がるぐらい前かなにこのカーテンみたいなやつですね、はい、をつけてみようかなとは思います、はい。まあ、これも100均のセリアさんとかで売ってます、はい。
まあ、そんな感じで、今回もホンダのステップバーンですね、はい、箱ではこんな感じの黄色の色ですね、はい、になってますが、僕は紫色ですね、はい、まあ、こんな感じの、はい、パープル系の色にしてみました。はい、まだここからですね、グリルつけていったりヘッドライトつけていったり、まあ細かいところの色分けしたりやっていきます。まあ、部品つけていって色分けして、またサーフボードの方もデカール貼ったりとか色分けしたり、やっていきますんで、また次回これもうちょっと進んでると思いますんで、よかったら次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、それでは今回は、ステップバーンの色を吹いて、こんな感じで紹介をしてみました。はい、また次回これしますんで、よかったら見てください。お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではバイバーイ。